はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。デュエルマスターズのファイナルメモリアルパック、ドラゴンサーガ革命ファイナル編です。はい、ということでこちらの2箱目ですね。はい、早速ボックス開封していきましょう。また25パック入ってますので、まず1パックはここに置いて、はい、レジェンドドキノコお願いします。あ、そうだよね、前回レジェンドドキノコ出なかったから、今回は出てくれるといいなと思ってますね。はい、はい、で今回もですね、開封対決やっていきましょう。はい、で、この箱に記載のあるランク通りいきますね。うん、スーパーレア1ポイント、ビクトリー2ポイント、ダブルビクトリー3ポイント、レジェンド4ポイントで、争いたいと思います。はい、じゃあどっちが先にやるか、最初はグッジャンケンポイ、パパから、パパからね。はい、じゃあ行きましょう。これはデュエマと同じでね、先行でね、行きましょう。はい、それでは私の1パック目、おいきなりドラグハートフォートレス、本当だ、有効要塞ブルニカ、裏はあ、こうなってますね。これ同じだね。あ、前出たねこれね。と爆山不死リンクウッド。では僕の1パック目、おダブルビクトリーと、また挑戦リューハーモルトネクスト。あれ、これもいいやつだよね。うん、マジか、ダブルブレーカーのマナ武装5、うん、コスト7でパワー9000、すごい、マジでいきなりダブルビクトリー。はい、それと熱血デュードロドロ激カレーからカレパン。あ、そうだね。うん、では私の2パック目、おー、グレンモルトヘッド、これも前回出たね。うん、次元流派グレンモルトヘッドと、あ、流派グレンモルト、ヘシン君の2パック目、チクツルイダカツモクディグルピヨンそうだね、うん、チクツルイダカツモクだね。うん、言いにくいけどね。と音速ガトリング。じゃあ私の3パック目、おお、風の1号ハムカツマン、と新流派ヘブンズロージア。あー、これいいな、ホップは最近光集めてるから嬉しいです。よかった。じゃあ3パック目、はい、ミラクルミラルテレジェンド、また来たか。なるほど。と爆炎シューターマッカラン。はい、では私の4パック目、メットフェアリーミラクルと聖球リブリバリア。エジン君の4パック目、ニュージェネレーション、うん、新時代の幕開け。そうだね。あ、ジョーとカッター。そうだね。うん、とバック熱血ロイヤルアイダ。5パック目。おお、創価の精霊流ラ・ローゼ・ブルエ。あ、スーパーレアだ。おお、やった。と雪星茶家。僕の5パック目。はい、これはドラグハート・フォートレスの竜魂宮殿ブラックローだね。裏は前も出たね。うん、うん、これですね。はい、と爆豪マッカランファイン。じゃあ私の6パック目、熱血竜源氏トリプル X ね、うん、これ前も出たね。うん、とエナジーライト。僕の6パック目、はい、おお、竜魂遺跡グリーネ、これ初めてだね。うん、裏はおお、くっつきそうかな、もしかして。と熱血デュードロドロ激カレーからカレパンまた出た、うん、7パック目、おお、なんだこれは、ドラゴハートブルチャービクトリーだね。極魔界王デスゴロスあ、コスト10だね。うん、あ、13000、裏返すと極魔オーデンウェルカムヘルだって、うん、あ、そして英雄奥義バーニング銀河。7パック目、はい、おー、タイムアンドリミ、はい、おー、いいね。それと、うん、マロ月下城の方向、はい、じゃあ私の8パック目、ボルシャック、おー、ボルシャックドギラゴン、これも同じか。うん、それとユーハアイラフィズ、8パック目、はい、ショートショットマグナム、はい、と青龍界外金がソウルドラグハートクリーチャー。おー、裏は銀河剣プロトハート。9パック目、おおと思ったけど普通だった、二刀流派グレンモルトキング、一瞬なんかレジェンドかビクトリーかと思っちゃった、うん、そして爆冒険キルホルマン。
僕の9パック目、はい、雪星ジャーベン。おお、と竜飛人ジャックポットエントリー、はい、じゃあ私の10パック目、新曲の方ミラダンテ、これもこの前出たね、うん、それとステニャンコ。僕の10パック目、はい、孤高の闘士ボチボロフ、はい、それと信頼の玉ララさん、はい、じゃあ私の11パック目、おお、ビクトリー、天命参加ネバーラスト、これドラゴンハートクリーチャー、これも出たね、うん、うん、ヘブンズヘブン、天国の正義ヘブンズヘブン、それと爆炎シューターマッカラン。僕の11パック目、はい、おドラゴンハートフォートレス、竜魂城郭レッドゥ、これは初めて出てましたね、うん、裏は裏はお、またつながりそうだよこれ、うん、待って、パパ5万だね。そして最恐竜王金がゼロ、ドラグハートクリーチャー、はい、裏は無敵剣プロトギガハート。おー、はい、じゃあ最後の12パック目、ドラゴンズサインとエナジーライト。あー、僕も最後の12パック目、はい、おお、竜波グレンモルトバクだね、うん、と爆竜バトラッシュナックル、はい、以上でございました。はいはい、ということでスーパーレア以上のカード、私はなんと5枚でした。エジン君は2枚。明らかでしたね。もう最初からポイントで言うと、私が10ポイント、エジン君7ポイントでございました。はい、先に今回はこちらの25パック目パパ開けさせていただきますね。はい、はい、レジェンドドギラゴンお願い。あ、出るといいね。じゃあ25パック目、うん、正義の翼オリオティスクリーチャーだとと激アツカレーパン。カレーパン好きだな、デュエマ。はい、では私が出たカード細かく見ていきましょう、はい、まずはこちらですね。次元リューファーグレンモルトヘッド、これ前回まで出ましたね、はい、スピードアタッカーのダブルブレーカー、コスト7でパワー7000です。そして創価の精霊竜ラ・ローゼブルエですね、はい、クリーチャーでブロッカーダブルブレーカーですね、はい、コスト7のパワー7500、スーパーレアでございました、はい、ビクトリーですね。極魔界王デスゴロス、これ闇だね、ドラゴハートクリーチャーです、はい、トリプルブレーカーで、パワー1万3000ですね、はいはい、すごい怖い。そして天命参加ネバーラストですね、これ前も出ましたね、はい、ドラゴハートクリーチャーで、ビクトリーです、コスト9のブロッカートリプルブレーカーパワー 14,500 ですね、はい、そして最後にボルシャックドギラゴンです、はい、これ強いよね、レジェンドで、コストなので進化クリーチャーです、革命ゼロトリガー持ってますね、はい、そしてパワー 12,000 です、うん、続いてエイシン君のカードですね、はい、挑戦流派モルトネクストですね、はい、ダブルビクトリーのダブルブレーカー、そうだね、ダブルビクトリーのダブルブレーカーでコスト7で、パワー9000ですね。マナ武装5のさらにドラゴンマナ武装5も入ってますね。おお。続いてはミラクルミラダンテです。エイシン君ありがとう、はい、どうしました。パパのデッキにまたレジェンドが来ました、うん、進化クリーチャーで革命ゼロトリガー持ってます。トリプルブレーカーのパワー 14,500 ですね、はい、コストは7です。ということで今回はこのような結果でしたね、はい、はい、それで、対戦動画をライブ配信でやろうかなと思っております、はい、日にちは2017年2月25日にやろうと思ってます、はい、夕方かな。この日はですね、ベイブレードバーストのアシッドアヌビス、そう、アシッドアヌビスが出ますので、それの動画をアップした後だから、まあそうだね、夕方ぐらいからかなと思ってます。だからいつも通りで行くと6時ぐらいからかな、はい、もしかしたらもうちょっと早くなるかもしれないんですけども、あのツイッターかもしくはあの YouTube の方で、あのチャンネル登録していただくとですね、あの予定が出てきますので、それをチェックしてみてください、はいはい、ぜひですね、たくさんの方に見ていただいて、あの間違いをその場でご指摘いただけると嬉しいなというふうに思っております、はい、あの我々ですね、ちょっと一応毎日のようにやってるんだけど、はい、まだちょっとあのスキル不足というか確認不足というか、一応ねカードはよく見るようになった、うんうん、ターン開始のアンタップも忘れないようにはしてます。ドローもね、はい、うん、まあ忘れちゃうアンタップ、そう、忘れちゃう時もあるから、それはお互いにちょっと指摘したり、もしくは皆さんに指摘いただければ大変嬉しいかなと思ってますね、はいはい、今日も DM やろ、今日もやりましょうね、うん、はい、ということで今回は12マスターズのファイナルメモリアルパック
ドラゴンサーガ革命革命ファイナル編でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、ファイナルメモリアルパックは買うのはこれが最後かな。うん、あとは来月に新しい新デッキが出ますので、ジョーのね、そうそうそう、それを楽しみにしましょう。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。